はいどうもこんにちは、ロビーです。ということで今回も J リーガチャの方が来てるんでやっていきたいと思います。皆さんはおそらくこの J リーガチャはスルーしていると思いますが、僕は引きます。ガチスカで使うにはちょっと厳しいですね。なので無課金の方はスルーでいいと思います。というのも最強のジャパンスカットを作りたいと思って少し前から選手集めを始めたわけなんですが、日本人選手が引き出てくる機会本当に少ないんですよね。そんな僕にとってこの J リーグガチャ、数少ない戦力補給の絶好のチャンスなんですね。というわけで今回は欲しい選手が入っているのか早速ラインナップを見ていきたいと思います。はい、というわけで今回のラインナップなんですけど、外国人選手が3名もいますね。これはちょっと嫌な、ちょっと家永先週もいましたよ。まさかの2週連続ですね。というわけで選手の能力値を確認していきたいんですが、興味のない方がほとんどだと思いますので、わずか10秒で選手を紹介していきたいと思います。はい、というわけで長々と解説したわけですが、今回狙っていきたい選手はこちらになります。はい、一味選手ですね。現在通常の武藤選手を使っているんですが、武藤選手に劣らない能力、むしろ伸びしろを考えると十分超えてくる可能性が高いということで、今回はこの一味選手1点狙いでいきたいと思います。それでは早速いってみたいと思います。お願いします。いやー、最近オンラインでもこのジャパンスカットで挑んでみてはいるんですが、見事に全敗してますね。操作が下手っていうのはもちろんあるんですが、コンディション不調の多さやね、スキルの少なさ考えると、なかなか自分の思うようにね動かすっていうの難しいんですよね。これは誰だ？おー、家永選手ありがとうございます。はい、それでは2回目いきたいと思います。お願いします。いや、まさかの家永選手当たってくれてね、良かったですね。前回ちょっと当たってほしいなとは思ったんですけどね、前回来なかったんでね、今回おそらくトップレアだと思うんでね、本当にいいですね、いい引きですね。今回はこれは誰だ？おー、古橋選手いいですね、当たりですね、ありがとうございます。今日結構引きいいんじゃないですか。これはちょっと期待できますね。はい、ということで3回目なんですが、もちろん狙いはこの選手ですね。はい、一味選手今回絶対当てたい、お願いします。いやー、頼みますよ。はい、3回目お願いします。いや、オンラインやるとね、本当にね、毎度毎度この弱小スカットで点取られてはフルパフされてマジで嫌になるんですけどね、それでもジャパンスカット使いたい。おっ、うまっ、まさかこれはやったー！一味選手出ました、ありがとうございます。というわけで今回は狙いの選手が当たったということで大勝利です。この後レベル上げしてジャパンスカットで使っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。